んな可愛い子が二学校の奴らを病院送りにしたなんて今までにないタイプだ。とんでもなくまぶい。正直惚れたぜ。通称二学りの竹、二学り工業高校の不良をまとめる一人だ。やっぱり森村先生だ。敷島のビルに入っていった。敷島重工って言えば船や飛行機作る会社だろ。なぜ保健室の先生が。98式二脚車両は距離を詰められたら手も足も出ないな。腕でもついていればまだ対応できた。奴らを打ちのめす力強い腕が。如月さんたちは指示通り転移ゲートで脱出できたかしら。ここからだとゲートは遠い。僕たちは間に合わないね。諦めないで。そこの98式を見てくれる？整備用ハッチを開けて準備を手伝って。もう戦っても無理ですよ。逃げるのよ。あ、そうか。この時代に98式を転移させて配備した。こいつは転移装置にリンクできる。脱出にも使える。転移設定は入力済みよ。自律制御を外して手動に切り替えて。どこへ行く気です？動かすのに動力が足りないの。向こうの98式から確保する。電源を直結か。いけそうだな。やられてるのは足回りだけだ。なんだかまずい雰囲気だ。早く戻ってください。最後の中枢が制圧された。私たちの負けよ。でも終わりじゃない。聞いて、動力はあと少し。準備でき次第すぐ転移して。何を言ってるんだ。もう戻るほど時間はなさそう。スミレ橋の上にいる16年前の私に説明して。伊田君なら次こそ。あ、森村先生！夢だ。格好は違うけどやっぱ森村先生だよな、はあ、廃墟にロボット、謎の美人先生か。まるでアニメにハマった子供の見る夢だ。でもさっきまで立ってた場所みたいにはっきり覚えてる。